どうして人々は自分の存在は他人よりも価値があると証明したがるんでしょうか。ということで皆さん、原神今日も実況プレイやっていこうと思います。本日なんとですね、フリーナがついにガチャで来ました。原神バージョン何 4.2 だっけ、フリーナが来ましたよ。そして魔人任務が、新しいやつが追加された。この間ようやくね、僕、まあ、原稿の魔人任務全部クリアしたんですけども、今回魔人任務が多分最終章を迎えた敵なので、ちょっとやっていこうと思います。まずはね、やっぱフリーナを今回、ベチコリガチャで引いていくで、今回ですね、もうちょっともう先に言っておきます。なんと、概要欄を見てもらったらわかると思います。PR の、PR です今回ついに私もついに原神様から PR をいただきまして、今回もう狂気乱舞してね、もう嬉しそうにもう動画の構成案とかを一生懸命練ってね、今回やっていこうと思います。で、もう事前にね、もうここに決めてます。もうこんな記念すべき日にね、やっぱフリーナをね、貫突しない YouTuber はおらんやろということでまして、今回フリーナ貫突するまで終われま天生動画ということでまして、やっていこうと思います。で、まずはですね、もう見てください、このまずショップから行きましょうか。ちょっとそのもう早速もう超えた人が3ケースになってんねんけど、あ、てかまずはさ、アプレでどんな内容が追加されてるか見ていこうぜ。どんなんなの？アプレで追加されてるものが俺わかんないんだけど、どんなん追加されたん？どれ見りゃわかるそれって。私はリーレーから来たコックのシャンリン。シャンリンじゃん。最も得意なのは料理を作ることだよ。まず僕がどんだけ原神好きかってのみんな見てほしい。ここにね、ほらマウスパッド、僕マウスパッド、僕原神なんですよ。これ見てください、シャンリンとコクセイのなんか秋葉かなんか売ってたやつなんで、これちゃんとこういうの僕原神グって身を固めてるから、ガチガチに。ちょっと待って、マウス落ちちゃったわ。あ、フリーナ来てる、フリーナ来てる、来てる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 。で、在人の炎舞踏という魔人任務が発表されました。で、新要素としてなんかキャラクターとかもなんかいろいろ増えてるらしいけど、なんかどっから見れるはずなんですよ。見てください、なんか各々勝手にどっから多分見れるんで。お、来てる、これ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 、シャルロット、え、ねえ、シャルロット来てるじゃん。シャルロット来て、フリーナ来て、あとなんだっけな、あんまその辺わかんないんだけど、新たな強敵、はい、読めません。なんて読めないですか、これね、飲み会のクジラ、飲み会のクジラ来ました。まあもう、すべこべ言わずに、まずガチャ引いていきましょうか。で、今回はフリーナ水系のキャラクターなんで、ちょっと僕の草パンに無理やり入れ込んでみようかなと思っております。なので、フリーナ普通に聞きたい。で、フリーナやっぱね、マジにもやってたらわかるんですけども、フリーナやっぱ可愛いんですよ。可愛いけど、なんか前回で、こいつ実は推進じゃねえんじゃねみたいな、こうネタバレ食らっちゃったんで、でも今回マジニムでいろいろ明かされていくと思うんですけども、ちょっとねそこも含めて、まあ、ガチャを引きながらちょっと僕の原神愛を語っていこうかなと思ってます。普通に鼻くそこうやって普段実写とかつけないから、こう裏で鼻くそほじってるのバレたわ今ので。じゃあこのキーガン来てます、フリーナ。お、シャルロットも来てますね、ちゃんとガチャガチャで。はい。で、武器の方もバッツリと、こちらフリーナがなんか片手剣のキャラらしいんですよね。で、これをなんかこう当てることもできるらしい。で、今回もう見てください、僕のこれね、俺とんでもない数のね創生結晶を用意してるんですよ、これ5万で。これを超過したら俺さらに追いかけしていくんで、ちょっとこれで貫突まで行きます。貫突はだからこの星何パーぐらい、星5出現確率の 50% で、星5出現確率っていうのが基礎出現確率は 0.6% なん、約まあ180分の1ぐらいかの、さらに 50% だから360分の1ってことか。計算わからん、計算するとでもそうなるよな。あ、天井含めると 1.6% あるわ、全然それの 50% だから約 0.8% か。まあでもわからないけど、とりあえずめちゃくちゃ確率低い。これを7回引かなあかん、それをやっていきます。早速10連ぶち抜きます。さあ、まずもう一発目引こっか。いっぱい、ここ黄色に引かなきゃ意味ねえんだよな。でもスキップします、これもうこういうの。あ、いきなりからシャルロットをがっつり引いていく。まあ、シャルロットなんかはね、多分フリーナ貫突したらもう横で貫突できるんで、全部もうノータイムで、もう脳死でぶち込んでいくんで。はい、もうこうやってもう紫に光った人、今若干、あ、出た出た出た、これ。これもね、もうなんかバリン病っていうなんかほんと不治の病にあったんですよ、スメル編で。でもそれも治ったんで、そこすごい良かったなと思ってます。はい、もう早速もうガチャなくなったんで、これもう全部、もうこれ最大値もね、53,600。これ全部換金して、1600なんで、一発の10連が。いや、全然来ないけどさ、僕普段しない、グラサンをしながら今回原神やってるんで、あんまわかんねえ、正直。何色に光ってんのか、パッと見判断しかねるんだよな。行きましょう。ちなみに前回の彩香の感動の時は、まあ、19万ぐらいかかったかな。もう生々しい金額も出していくんで、今回。19万かかりました。もうな、フリーナ以外にリアクションできなくなっていくから。だんだん。星5キャラ言うても、やっぱ 50% で、フリーナ以外のキャラ出るんで。おい、全然出ねえぞ。あ、北斗さん来た。北斗さん俺普通に好きなんだよな。この間なんかね、引いたんですよ、北斗の。なんか。あい、来た、これさあ、まず一発目行こっか。ちょ、これじっくり見ようぜ。まず基盤引こう。まずね、基盤となるフリーナ。早い方じゃない一発ね。こっから俺もう全部もう、あれで、もう、外れなし。もう無駄ずもなし引いていくわ。そして、CV が、
水瀬いのりさんってことでね、某アニメの某あの2文字のキャラもねやってる、あの有名声優ですよ。水瀬いのりがやってますから。これちなみに僕の顔は左下で大丈夫なのかな。これ普段ゲーム実況なんてさ、顔出しやんないから、顔出しゲーム実況やってるやつだったらもう全員甘えてると思うんですよ。やっぱ言葉に頼らずこうリアクションだけでみたいな、俺そういうのちょっとないと思ってるんで。なんですか今回特別に。お、シャンリンも引いていく。でもシャンリン感動してるからもういらねえ。じゃあもうガンガンやっていきましょうか。ガンガンやっていくんで、いくよ。あー引けねえ、引けねえか。おー、これいい。さあ、もうそろそろ、もう、星5以外に感動しなくなっていくからね。あー、ダメ。もう、光、もう一発だから、あ、北斗さん、オッケー。北斗さんもそろそろ感動じゃないかな。星4キャラは基本的にはね、もう全部、引き切ることになると思います。北斗、コレイ、ダブル引き。まあ、でもこうやってもう無駄相撲していくうちに、スターダストって言って、まあ、実質、その、原石みたいなやつが溜まっていくんで。いや、ちょっとマジ、本当にやべえわ、これ。全然これ。全然、どうするこれ。100万とかぶっ込んだら、出なすぎて。な、て、あ、し、来た。天井あるからさすがにそれないと思うけど。あ、2体目来ました。しかもなんかめちゃくちゃキャラ系引いてんじゃん。一応さ、一回フリーナさん見てみる。一回見てみたいわ。お、来た。精神フリーナ。かわいい。かわいいけどこいつほんとすげえドジっ子なんだよなんか。しかもさ、あ、レベル上げれるじゃん。レベル一回20までぶっ込んでいい俺。ねえ、フリーネさんさっきから人の言葉喋んなくなっちゃったけど、大丈夫。あ、やべえ。くそ、もったいないことした。まあ、でもしょうがないか。突破はちなみにいくらかかんのこれ。突破サイドないよ。しかも、新天部の解放が終わりなきゲーム、これ、マジにもやねえか。あ、うわー、なんちゃらのスズランとかで新アイテム増えてる。これ多分後で探しに行かなきゃいけねえわ。で、生物も、もう現状カスなんで、一発突って、だから、あと5回引かなきゃいけないです。あと5回引きましょう、フリーナを。ただ、今のところのペースだったら、正直あと5回はいけると思う。で、ボイスだ、ほら。お茶会は宿女の必修科目さ。こんな声だっけ？お茶会における礼儀作法を学びたいなら。お、ちょっと待って、なんか、いつも聞いてること違えと、なの、こんな声したっけ、こいつ。つまんないの。え？何か面白いことはないかい？ね、なんか魔人任務の時のもっとなんか丸気な声出してよ。人気すぎるのも悩ましいものだね。ちょ、この生きってる時のフリーナさん好きじゃねえ、俺。もっとこう。そう、そういう声出してほしい。そう、そういう、こう自分が不利になった時の裁判で適当なこと言って、あの時のフリーナさんが一番好きなんだから。ただね、今回の魔人にもどうやらフリーナがかなり中心になってるらしいんですよ。で、PV でフリーナがなんかこう、死刑みたいな感じでヌビレツさんになんか先行される瞬間あったんで、正直めちゃくちゃ魔人にも気になってます。なんだけど、まずはフリーナをがっつり引いていくっていう、原神プレイの僕鏡なんでね。じゃあこっからさらに祈願でぶち抜いていこうぜ。どうせ原神、俺の原神見てる人なんかあれでしょ？もう俺がもうガチャで爆死ストック見てんだろ。爆死しません、今回は。今回はもう全力でもう神引きしていくんで。うえー。はい、スキップ。はい、スキップ、スキップ。はい、これ。さ、そろそろ聞こっか。そろそろ3発目来てもいいぞ。これな、たまにでもダブルとかあるからね。俺だってヌビレツさんダブルで引いても1回。ちょいちょいダブル引きあるから、星5。これ1回の10連で1匹決まってないからね。あ、全然来ねえわ。あ、全然来ねえ。残り2万8000。金に光らない。あ、え？ちなみに、リネットは、今若干僕育成しようかなって考えてて、アヤカを中心としたパーティー。アヤカ、神格、リネット、主人公みたいな。なんかそういうパーティーちょっと組もうかなって、あ、主人公じゃねえわ。ココミか。っていう、氷パーをちょっと今組もうと思ってて、で、氷パーにはなんか風元素必要らしいんで、ちょっと若干育成しようかなと思ってたんで、まあ。あー、来た。こっちをじっくり見ようぜ。いいか、なんか、いつのにもまして、なんか声が、テンションが空振ってるわ。ちょっと、落ち着きます。あ、これ！え？引き強くない？ねえ。50% やんな、これ、星頃な。2台これ、あ、2台これか。やべえ。マカオの、バカラで、50% で散々負けたけど、よかった、その時に、下振れといて。今回全部フリーな、俺、全部 50% こっち引くわ。うん。たまにすり抜けっつって、このなんか要は、イベントガチャじゃ出ない星5キャラが出るんですよ。まあ、それはそれで嬉しいんですけど、そういうすり抜けのキャラもね、もう全部引いちゃってるんですよね、俺。ナナちゃんとか。うわ、これさ、持ち目足らないといけねえかな。暑いといけたら、これ。でもそんなことしたら多分、原神のなんか、ね、見本屋と癒着してるとか言って思われるから、絶対そんなことないんでね。そういう、やっぱ発言は、どこまでが許されるのかわかんないんですよ。だからもう、ギリギリ攻めていこうと思ってる。おっと。いくぞ。残り1600。あと10、あと100年、あと100年、あと100年以内に4体。あと100年以内に4体。あと100回以内に 1.6% を4回引こう。絶対無理だわ。絶対無理。確信した。これ無理だわ。キャッ！頼む、これ、なんか2つ来い。2体来い。フリーナ、2体来い。でもそろそろなんか下振れそうな気がする。ただ、散々俺はバカラで負けてるからな。やばい。ちょっと待って、マジ？これも来た。何自分も星5ですみたいな顔して来たの。え、4体目よ。え、これ感動であっさり終わるかもしれん。ちょっと今日の俺引き強すぎるマジで。設定いじってくれてんじゃねえかってぐらいの。全然来ねえわ。うわ、頼む。俺が来て。光らねえか。くぅ行きます。これそろそろ追いかけんやな。あかん、そろそろ、でもあと3体で。あと3体でいいね。あと3体でいい。
もうどんどんハイペースでもうブンビーていくんだよ。ブチ引いていきます。え、そう、これでもしかしてやべえ、ラストもうここで4、3体引っ越え。あー、全然ダメだ。あー、これ追いかけに確定。でもシャルロットは多分そろそろ関東まで行ったんじゃないかな。相当引いたよね。 CB、 あ、ワキあずみさんってなんか俺知ってるアニメやってた気がするわ。よし、じゃあ課金していきます。なんかさっき一瞬支払いが拒否されまして、でついに俺クレカ上限まで行っちゃったかと思って焦ったわ。よし、じゃあこれを48000だから計10万原石。10万原石っていくら分これねえ。もうとんでもない額ぶっ、おーい、ちょっとでもこれフリア様だったら嬉しいな。5体目、いや来てる。え、うっす、え、ちょっと待って、やば、すり抜け出してきてるやん。シャルロットも来た。え、シャルロットって氷系なん？この子氷タイプなんだ。やべ、あと2体でよくない？じゃあ。なるべく原石残したいから頼むぞ。ちょ、レンジャーに光ってくれ、頼むから。いや、こんなことないよな、なかなか。うわ、北斗さんめっちゃ自己主張激しい。そろそろもう来てくれていいよ。あ、待って。今、サヤか。あれ、サヤ引いた？サヤ引いた気がする。これいい。いや、引かんないか。星4ギャラも貫通するんや。頼む。なあ、来ねえか。いやでもね、これハマってハマってやっと星5が来たと思ったらすり抜け出したってパターンは全然あるからな。もう今日に限ってその下振れなしでいこう。もうノータイムで全部、もう7体もう全部頼む。そんなことある？え、これ星5はフリーナさん確定なってんの？今まだもう1体来てる可能性あるからね。これまだあるぞ、まだあるで。びっくりした。なんでだから、これお前は自分も星5だよみたいな顔してくんだよ、平然とした顔で。うわー、やば、あと1体になったわ。え、絶対引けるやろ。レンちゃん来い。え、なんかやってませんこれ、みほよさん。うわっ、うわー、7ちゃんか。これすり逃げですね。普通は出ないキャラなんで。だから 50% は本来は、イベントのピックアップ以外のキャラが来るはずなんだよね。奈々ちゃんちなみに僕3体目が2突だね。いや、でもいい、全然いい。間隔短いし。2連でだって星5来てんもん。いや、全然奈々ちゃんいいよ。全然いい、全然いい、全然いい。いや、全然奈々ちゃんいい。いやー、3者連発来ねえか。お前、阪神が優勝してんだから、お前、そろそろ掛布バース、ね、岡田みたいなさ、なんか、バックスクリーン3連発見たいわ。原神3連発、ね。原神バックスクリーン3連発。来いよ。そろそろ来い。6回連続フリーナはさすがに上振れが過ぎるから、なんかどっかでとんでもない下振れが、ラスト1ペースが引けないみたいなさ、あってもおかしくないよな、そういうの。いや、来ねえか。これ今何連目だ、俺何連してる。来た、これもう確信ホームラン、もう完璧に確信してる俺は。うわー、ちょっと待って、すごくない？これお前歴代新記録しちゃう？このペースで完投するやつっておらんくない？皆さん、僕はやはり神の引きを持ってるんです。美穂さん見てますか？これがモコウという原神実況者なんですよ。ようやく見つけてくださいましたね、僕という存在を。ありがとうございます。これが僕です、引きの神。そして何よりも原神を愛してる男、それがモコウです。じゃあついでにこれもブチ引くわ。うん、俺こっちもブチ引くんで今から。これもなんなら一発引く。あ、引けねえ、全然引けねえ。これも引くよ俺。星5引くよ俺。星5武器引いちゃうよ俺。はい。はい、そろそろ。来てもいいよ。ねえ。来てもいいぜ。あ、え？今フレミナ引いた。あ。来た。ただ、もうこのなんか目覚めみたいなやついっぱい引いてるもん。もうこれももういらないぐらい引いてる。あの、武器の合戦使えるからもう。なんかそっちが来ちゃう。そっちが来ちゃうんだ。暫定にしてない方来ちゃった。じゃあもういいや、引くわ。いや、でも全然この緑のやつも嬉しいよな。これ誰に使う武器なんだろう。おい、いいぞいいぞいいぞ。もうそろそろ行こうか。そろそろ行こうか。もうなんか、もう紫の光で俺星5引くわじゃん。なんなら。演出っていう壁を越える。あ、ほら、サエちゃんだ。かわいい。なんかこういうロリキャラ好きなんだよ俺、ナヒータとかさ、ナナちゃんみたいな。意外とロリ系好き、原神の。おい、来い、お前紫で引くぞ俺。来い。来ました。これ確定でしょ、これ。これ確定だろ、おい、確定しょ、これ。あ、エウルワだ。じゃあ、ハルさんだ。お、マジかよ。よし、OK。ダメだ。もうそろそろ来い。
おい、そろそろ来いよ。なんかでも持ってない星4キャラめっちゃ来てるな、今のところ。持ってないことないけど、全然とつってないやつ。これは来たでしょ。さすがにもう星はもうあれやもん。お、え、何天狗の翼って、何これ、なんかすり抜けたんだけど。弓回収率4って8%って強くない、これでも。いや、今それじゃねえだろ、今それじゃなくない。でも暫定だから、これってそろそろでももう天井でいけるんじゃん。無理な、全然俺暫定になってなかった。あ、暫定ってなんか押さなきゃいけなかったわ。やべえ、こっからじゃあ、いやもういいや、もう自力するわ。もういい、そういう天井とかに甘えてるやつはね、やっぱあれよ、ガチャっていうものを心から楽しめてないわ。うわ、シャンリン来たけど、もう感動しちゃってんだよな。シャンリンがなんか一番好きなんだよ。なんかね、わかんないんだけどね、やっぱ原始で胸でかくて、エッチなお姉さんいっぱいいるじゃん。なぜかシャンリンみたいな少女系好きなんだよな、俺。いや、これは来たな。これは刺さったわ。フリーナに出せるぞ。フリーナに出せてあげるやつ。いや、武器の方こんな来ないことあるか。あ、これで溜まるんだ。いや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 、ちょ、左下の暫定ってやつがあと2分の1なんで、いやでも俺は自力引くんで大丈夫です。自力引きます。しっか、ちょっとキャッ、そろそろクレイカの上限いくかもしれない、これ。お前そろそろ来てくれるよね、さすがに。さすがに来るよ。俺は絶対に天井に頼らんの、絶対天井に頼らん、マジで。誰じゃ加入申請来てるやつ、お前ちょっと、お前空気読め、邪魔すんじゃねえ俺の男の勝負を。来たー、これ違うわ、天空の輪立ち。あ、なんかついでにコレちゃん来た。両手剣元素チャージ効率。あ、おとなしく天井で引こっか。あれ、いや違うわ、これ違うわ、もう一回引かなあかんのか、もう一回これ星5引かなあかんねや。これでもらえるんちゃうよな、これ溜まってるから次は確定なるってことやんな。なんだ、じゃあもう、じゃあもうあと消化試合じゃん。しかも俺もう課金するのめんどくさいから、もう一連で引くわ。全部俺一連で引くわ。一連で引く、こっから。やべえ、一連だと出ねえぞ、これ。いや、出るっしょ。あ、出ねえわ。そっか、一連だとこれ水色に光ることあるんだな。すごいこう、弱い光が。ねえ。お、やばいわ、みんな。出ない。いや、もう最後来て、最後で来て。ねえ、来てよ、頼むから。ガチで、ちょっと本当に申し訳ないです。ガチで支払い拒否しで、もう出まくっちゃってて、これ以上課金できなくなっちゃったんで、来月まで待たなあかん、これ。これでも天井溜まってるから、冒険とかして、原石貯めて、後日出します。これに関しては。はい。これ何回押しても支払いが、完了しなくなっちゃったんで、ちょっと待って、もしかしたら安い方やったらいけるかも。あ、これもう無理ですね。オッケー。まあでもフリーナ感突まで行けたからオッケーでしょ、とりあえず。うん。とりあえずオッケー、よし。じゃあ早速、じゃあフリーナちゃん感突して、自分のパーティーに加えてみよっか。ね。見てくださいよ、ほら。これがあと5個あるでしょ、これを全部、アンロックぶちがまして、ほら、感突ガンゴリ決めていく。素晴らしい。どうなんこれ、感動したらどうなんのこれ。サロンソリティア発動時。ソリティア、なんかあれだな、トランプ見てていいな。多分強いんだろうね。でもさ、アルケウシア。僕は最近にやってようやく、その草パとか、そのパーティー単位で育成したり、その能力とかを理解したので、ちょっとこれ難しいです。なので、逆に教えてください、皆さん。みんなが僕に現象教えてください。このフリーナ感動したら何が強いのか、ぜひコメント欄に書いてください。あ、魔人任務だ、これ。そうっすよね。で、ここか、新マップって。これだな。新マップ開拓してさ、フリーな素材ちょっと集めてみよっか。何個か。じゃあ、ちょっとあの四天神像をめがけてやっていきます。で、フォンテーヌこんだけ旅しててさ、フリーなの素材持ってないってことは、多分、新アイテムやんな、素材って。お、ここにも、神の目があるじゃなーい。なんでこれ、お前、キノコに白猿みたいに。なんで飛べないのあれ、俺、ここ七天神像、ちょ待って、俺、やばない。あれ、この七天神像ありましたっけ。よーし。あ、見つけた、みんな。これじゃない、これじゃねえの。これ何、これ大きな貝殻。違う、これ止まりタイムフラワーだった。ちょっと一旦行こっか、まず新しい七天神像まで行こうぜ。そっと
あ、こういうやつは本当普通の上ぶん殴るんで。ね、俺基本的になんか無意味な接触したくないんですよ。やっぱり原神やってると思うんだけど。特にね、ヒルチャールとかをさ、やっぱ倒すのってさ、やっぱこうストーリーやってたらね、ヒルチャール倒せなくなっていくんですよ。いろんな心情が入ってって。ただ、やっぱ自らに危害加えてくるやつは、もう容赦なく叩き切ります。だから、もう死んだくねえやつは俺に手出すんじゃねえ。な。ヤクザじゃん俺。これごめんなさい、 もしかしてさ、新マップじゃねえかもしんね。俺フォンテーヌやらなすぎて、フォンテーヌのそのマップを全然開拓しなすぎてさ、これ新マップなのかな。あの事前情報とかネタバレとか何のミスにも僕やってますからね。やば、なんなんここ。じゃあ開けましょうか。ここ開けてなかったんや今まで。はい、すいません、ここはもう新マップでも何でもない場所でした。大変失礼いたしました。じゃあさ、いや多分やけどな、絶対に新マップ近辺出るはずやねん。ちょっと待ってな、このマンタルコってやつ、アッシュってやつの力で、このデューバルブの位置を変えれるっぽいのよね。位置を変えると多分同時で弾けるようになると思うんだけどな。あ、今違うんだ。ん？あ、みんなできたぞ、ついに。デューバブルの力で位置を変えれるっていう。ねえ、これに気づくのに僕、マジで1時間くらいかかっちゃう。しかもなんか融合した。ねえ、融合したんだけど。で、これを、パーンと張り刺さるんじゃないの、これ。あ、ちげえな。でも多分だけど、2個目を巻き込まなきゃいけないのかな。2個目のが入る上に、この2個を同時で稼働できる位置。いや、これ、このギミックさ、難しすぎねえか。あ、できた。あ、できたし、あの、俺これ、てっきりずっとこれね、船が出るのかと思ってたんですよ。船関係ねえわ。お、バカじゃねえかよ、俺。しかも冷静に考えろ。フォンテーヌは、水中無限に移動できんだから船なんかいらねえわ。はい。これが僕という人間です。皆さん。これが自由なる放浪者です。冒険っていうのは、楽しくできれば一番いいんだから。あ、進学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 。昇格、昇格、オッケー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 。あ、ここの昇格ポットいいね。ここだって、ね、ワープしてすぐに昇格いっぱい出てくるじゃん。じゃあ、フリナの素材集めようか。なんかでも見た目的にさ、植物の感じやから山脈ってついてる。いや、山の方にやったら あんのかな。うわ。やべ、何あれ。あ、みんな、あったわ。これや。水卵、これや。ただ、あれが気になりすぎてやばい。あ、いっぱいあるわ、この辺。あれと似てる。あれみたいな見た目じゃないの？ほらほらほら、この謎の巨大水卵やん。これなんなん？ちょっとストーリーかな？雪が近づいてみようぜ。多分ぶっ飛ばされるけど、あ、近づけないわ。水のスペシャリスト、ここ身をもってしても、このね、泳ぎ力をもってしても近づけないってことは、多分イベントか何かが関連している。おい、何このモンドにありそうなギミック。なんかでもモンドっぽいな、ここ。まあ、これも後々魔人任務やるときに、じっくり探索していきましょうか。とりあえず今、フリア様のレベル上げれそうだから、上げちゃおっか。お、上げれるぜ。よし、行くぞ。レベル4。なんか今喋りそうになってたけど、ちょっと無視しちゃった。一旦39ぐらいの職か？突破できるこれ。足りねえ。余裕で足らん。とりあえず今日はレベル39でええわじゃん。うん。で、せっかくやったらちょっとフリーな力試したいから、貫突の。そら、ま、貫突してますから、こっち。レベル39でもね、いいんですよ。あ、フリーナって意外と性あるんだ。ニーロと同じぐらい？うわ、探索して。探索したすぎる思いをぐっとこらえて。はい、ってことですね。ちょ、来ましたのが、ここ。結構フリーナにぴったりじゃないのかなっていう生物。黄金の楽団セットみたいなやつ。ちょっとこれで、フリーナさんの力を、まあ、自らやっぱ強化するには、やっぱ自らでやっぱね、狩りに出かけなきゃいけないと思うんですよ。結構僕、わかってないんであんまり。結構こう、ガチャプレイになると思うんですけど。おー、すごい。何こいつ。これ今長押しのやつね。はー。なんかニーノードキャラ被ってんな。水で探検って。多分こう連チャンしていけばってことやんな。で、銃撃がこういうことやんな。オッケー。まあじゃあ試してみよう。一回。で、まず一回もうなひだり草ぶんまいて、当然、ねえ、やめてって言ってんのな、ねえ、やめ、おいお前、水神がお前やめろって言ってんだからやめろ。どうこれ。この火力どうすか。で、結構強くない？レベル39にしてはなんか HP もそこそこあるし。で、あとはニーローの弟子としてな、お前はちゃんと学べ。で、行くぞ、ウルト。僕の名のもとに歌わんかい！どう？結構でも使えてない俺。いや、やっぱ貫突が強いのか、これ。なんかヤバそうな気がする。このキャラは。まだレベルも低いし、火力もないんだけど、全然でも倒せねえわ、みんな。やっぱ主人公のあの草爆弾がないときついか。で、一体ぶっ倒して、あー、こいつらか。水神様、水神様頑張って。水神様大丈夫？やべえな。光り輝きなさい。
あ、ダメージ結構でも出てるやん。あ、やばい、ニーロが死ぬ、ニーロじゃない、ナヒダが死んだら本当にこのパーティー終わりなんで。で、あのさ、画面の周辺なんか泡の演出何これ。で、草ぶちまいて、ウルトぶんばいて、で、ちょ、回復も勝ち込んでと。なんかでも火力結構出てるような気がしてしまうな。はい、挑戦完了しました。2分55秒かかったけど、僕みたいなにわかが適当にやってこんなもんなんで、ちゃんと育成したらやばいんちゃう。神生物来い。見つけた。あ、風元素か。回心熱、回心熱強くないこれ。しかも4ウェポン。あー、でも回心ならねえわ。いや、微妙だな。とりあえずさ、フリーネってなんかバフ系やろ。元素スキルダメージをやっぱ増加させるのが多分強いから、この黄金システムとか一番相性いいってことですよね。こんな感じ？ほら、楽団4式揃えたら、だってこれで元素スキルのダメージがプラス 25% でしょ。これで、なんかわかんないけど、とりあえずもうぶっ放していけばいいんじゃないの、元素スキルを。っていう抽象的な発言しかできない原神プレイヤーを皆さんはどう思いますか。はい、ということでですね、ちょっとフリーな貫突まで行ってや使ってみて、まあ、若干フォンテーヌの新マップ探索してみました、見たけど、武器は後日ちゃんと引きましょう。で、伝説任務ね、これめっちゃやりたかったんやけど、なんか魔人任務第5幕まで行かなあかんらしいから、まあ、これクリアした後に、まあ、じっくりフリーの伝説任務やろうかなっていうふうに思っています。まあ、この原神っていうゲームはもう完璧なオープンワールドでございまして、まあ、僕普段からもう原神実況してるんで、見てくれてる人はわかると思うんだけど、ストーリーがめっちゃおもろいんすよ。なんか結構10年計画かなんか言われてて、あとまあ5、6年ぐらい完結にかかるとされてんねんけど、今のところそのまだ7つの国が全部であって、まだその5個目がフォンテーヌで、あと2個来年とかに出て、こう年1ぐらいでこう国が追加されてって、でストーリーやってるとわかるけど、それ以外のなんかいろんな謎もあんねん。そもそもこのフォンテーヌって世界なんやねんとか、なんか謎いっぱいあるんすよ。主人公がそもそもこの世界に来た理由とか、行き別れの兄弟はどこ行ったんやみたいな。まあ、あのね、僕の原神の実況みんな見てください。わからん方は。それか、もう自分でやってみて。俺は、この原神ってゲーム、あんま育成とかぶっちゃけできてないんですけど、もうなんかいい感じのなんかあれだな、エンディングトークの曲流れてんな。あんまその、育成とか詳しくないんですけど、ストーリーがほんと大好きで、キャラクターも魅力的に多いし、主人公とパイモンの掛け合いとかね。なので、僕はそういうところに、かなり魅了されてずっとやっています。ので、まあ、できるだけ多くね、まあ自分の話すると、やっぱ自分の献身の、やっぱ実況動画を理解してくれる人も増えてほしいし、単純にまあ原神のプレイヤー増えてくれるのもいいことだと思うんで、僕はぜひね、この動画見て少しでも原神をやりたいって人が増えてくれると、僕は嬉しいと思ってます。で、このフリーナ様ね、こんなもう偉そうな見た目してるやん。王冠かぶって、太もも絶対力バーン出して、自信に溢れてるキャラでしょ？全然やってみたらね、イメージ変わります、この子は。なので、いろんなキャラクターの掘り下げであるね、伝説任務っていうのもいろいろあるんですけど、まあ、まずはストーリーを僕はやってみてほしいかな。はい。ということで、今回はそういう、まあ、PR も含めた動画にはだったんですけど、まあ、次回は、もうしっかり魔人任務やって、で、フリーナ様育成できたらやってと。で、このフリーナの前に監督したあの、彩香を軸としたパーティーも今ちょっと水面下で育成頑張ってるんで、それもま、完成したら今度お披露目します。はい、そんな感じです。とりあえずみんなダウンロードして、一緒にテイバットで旅しようぜ。じゃあ、また会える日を願ったるぜ。お前らも原神をダウンロードしてくれよな。じゃあ、魔人にもやってきます。あ、やべ。あ、やばい。あー、はははは。うわぁ、いや、ちょ、マジ、ほんま、普通に泣けてきてんけど。辛かったな、ナビア。かわいそう。水人、有罪。死刑。死刑嘘。死刑になっちゃった。飲まれる。あ、やばい。おぉ、タルタリアだ。ちょっと待ってよ。今すぐ取り下げようよ。ねえ。ちょ、今から緊急で無罪にできへんのこれ。待ってくれ。待ってくれ。